日本サポーター、被災地支援に感謝の横断幕、友情忘れない。3。ブラジルではサッカー元日本代表監督のジーコ氏らが被災地の子供たちを招待して復興支援のチャリティー試合を行ったほか、日系社会などから多額の義援金が被災地に寄せられた。